皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回は私が美肌のためにやっていることをご紹介していきたいと思います。今回は結構喋る系でいろいろやってることをトークでお話ししていきたいなと思っています。ではまず早速一つ目からご紹介していきたいんですけど、まず一つ目は皆さん結構やっているかと思うんですけど、水をたくさん飲むことです。やっぱり体の6割ぐらいは水分なので、やっぱり水分が不足してしまうとお肌の乾燥の原因になってしまったりとかするので、こまめにお水は飲むようにしているんですけど、冷たいお水ではなく私は常温のお水だったり、朝は白湯だったりとかを飲むようにしています。1回にたくさんガーって飲むんではなくて、1日にちょっとずつちょっとずつ喉が渇いている状態を作らないっていう感じで飲んでいるんですけど、あんまり飲みすぎてしまうっていうのもむくみの原因になってしまったりして良くないので、だいたい 1.5 リットルとか多くても2リットルくらいまでを飲むようにしています。今は冬で寒いので温かい白湯が私的にはすごくおすすめです。あとはやっぱ水を飲んでおくと毒素とかもしっかり排出してくれるので、体の悪いものとかも出してくれるし、あとは私的には水分をしっかりとっていた方が便秘とかにもなりにくいのかなっていうふうに思っていて、腸内の環境をやっぱりしっかり良くしたいので、ちゃんと出すっていうことをしっかりするためにも水分をたくさん取るようにしています。そして2つ目は加湿器を炊くです。こちらも私は乾燥しないように保湿という意味で使ってるんですけど、やっぱり空気中が潤っていることによってお肌とかも潤いが全然違くて、夜に私は寝る前にも加湿器を炊いて寝るんですけど、そうすると朝起きた時とかのお肌の乾燥とかも違うし、お家で過ごす時とかはリビングとかでもずっと一日中つけていたりとか、なるべく乾燥した状態を作らないっていう風にしています。あとは喉とかも乾燥してると痛くなっちゃったりイガイガすると思うんですけど、しっかり加湿器炊いておくと喉も潤ってくれるので、そこら辺もすごくおすすめです。基本的に私は大きいタイプの加湿器を使っているんですけど、お家でちょっと作業中だったりとかそういう時とかはこう持ち運べる小さい加湿器とかを隣に置きながら作業したりとか、そういう感じで使っています。あとしっかりね、加湿器使う時はお掃除とかもしっかりしてあげないと意外と汚れやすかったりもするので、しっかりお掃除をしてあげるっていうのも大切かなと思います。あとはウイルス対策だったり風邪とかインフルエンザの対策とかにもなるので、加湿器は使ってあげるといいんじゃないかなと思います。そして続いて3つ目はビタミンを積極的に摂ることです。で特に私はサプリメントとかでももちろんいいと思うんですけど、食べ物で摂った方がしっかりとビタミンを摂れるかなと思うので、なかなか摂れない時はサプリメントも使いつつ、フルーツ、朝のフルーツっていうのを結構食べるようにしていて、今の時期だとイチゴとかはビタミンがたっぷりなのでおすすめで、あとはキウイとかもすごくビタミンがたっぷりなのですごくおすすめかなと思います。でビタミンってもう本当にたくさんいろいろビタミンがあると思うんですけど、特に美容にいいのはビタミン A は皮膚とかを丈夫にしてくれたりとか、あとはビタミン B2 はお肌と粘膜のビタミンなので粘膜を保護して細胞の再生を助けてくれるみたいです。あとビタミン B6 はお肌のビタミンなのでそちらもおすすめみたいです。でこんな感じでネットでいろいろ調べてみるといろいろと出てくると思うので、自分に足りていないビタミンだったりとかを調べて今どんなお肌状態かなっていうのに合わせて取ってあげるといいかなと思います。あとやっぱりビタミン C は皮膚とか血管などを健康に保ってくれたりとか抗酸化作用があるので、私もビタミン C は積極的に摂るようにしています。
あとビタミンをしっかりとっておくとお肌のトーンも明るくなった気がするし、お肌が生き生きした感じに見えるので、ビタミンをしっかりとっている時の方が絶対お肌の調子が良くて、私的には化粧のノリとかも全然違うなっていう風に思うので、ビタミンをしっかりとるっていうのはおすすめしたいなって思います。続いて4つ目は、間食をあまりしないっていうのは、私はお菓子をたくさんあまり取りすぎないように気をつけていて、だけどチョコレートとかはすごく好きなので、量をちょっと気にしながらカカオ高めのビター系のチョコレートを食べたりとか、あとはヘルシーなおやつを選ぶようにしてて、結構おやつ買う時にアイハーブを使うこともあるんですけど、最近私アイハーブのココナッツチップスかなみたいなのがあって、ココナッツ 100% のチップスみたいなのがあるんですけど、それがもう止まらないぐらい美味しくって大好きなので、そういうのを食べたりとか、あとナッツだったりドライフルーツ食べたりとか、そういう感じで、なんか小腹は結構ちょこちょこつくので、そういうものを食べるようにしています。次、5つ目は、水分を使った水分たっぷりの保湿をすることです。これはどういうことかっていうと、スキンケアをするときになんかクリームとかそういうものを塗った方が保湿をできるっていう風に思うかなと思うんですけど、私は結構乾燥しやすいので、その保護する前にたっぷり水分を入れてあげるっていうのを意識していて、なのでたくさん化粧水をお肌に入れ込んだ後に美容液、保湿に美容液だったりを使ってから乳液だったりクリームを塗るようにしています。なので乳液だったりクリームをたくさんつけるのではなくて、その前の水分をたくさん入れ込むっていうことを意識しています。そういう風にするようになってから本当にお肌の乾燥が気になりづらくなって、なんか夕方ぐらいになるとお肌がカサカサだなっていう時とか以前はあったんですけど、最近はそういうお肌の化粧崩れとかもしなくなったりとか、肌皮がむけちゃったっていうのとかもなくなってきたので、それがいいのかなと思って続けてやっています。ちなみに私はパックとかも毎日やっていて、夜とか朝とかも普通にパックか、あとはコットンパックか、どちらかはしっかりとするようにしています。続いて6個目は、お風呂に浸かってしっかりと汗をかくということです。やっぱり汗をかくことによって毛穴の詰まり汚れだったりとかもしっかりとこう落としてくれたりとかするし、あと体の血流も良くなってツヤとした艶やかなお肌を作ってくれるし、そういった意味でもお風呂にしっかり浸かって、私は汗がかくまで入っているので、このバスソルトとかを入れてじんわりじんわり汗がかくまでゆっくり浸かるようにしています。あと入浴中で私が大事にしてるのが、しっかりとたっぷりのお水を持っていくことで、ずっと入って汗ばっかかいているとどんどん乾燥もしてきちゃうので、お風呂に入りながらもお水をしっかりとってしっかり水分も中に入れてあげるっていうのも心がけています。そうすると汗もすごくしっかりとかいてくれるので、私的にはすごくおすすめです。続いて7個目は、温かい飲み物を飲むということです。先ほど私も常温の飲み物だったりなるべく温かいものを飲んでるよっていう風にお水の時に言ったんですけど、他のお水以外の飲み物を飲む時とかも、ホットの紅茶を飲んだりとか、あとは生姜とかを入れた生姜紅茶みたいな、生姜ティーみたいなのを飲んだりとかしています。で、逆にコーヒーとかは体を冷やしてしまうので、なるべく体を温めてくれるような飲み物を飲むようにしています。あとは甘酒とか、そういうのもホットの甘酒とかもすごく体を温めてくれるし、美肌にもいいので飲んだりとかしています。そして続いて8個目は、優しいクレンジングをするということです。で、これはもう落とすっていうことを美肌の中では心がけて気をつけているんですけど、落とすといってもゴシゴシ強くお肌を痛めるように落としているんじゃあまり意味がないので、私はお肌にあまり負担をかけないようにジェルタイプのクレンジングか、あとはミルクタイプのクレンジングがすごく好きなんですけど、それをお肌にのせたら本当に優しくゆっくりとじわじわっと落ちてくれるまで
ゆっくりゆっくりマッサージしながら落とすようにしています。毎日やりすぎは良くないんですけど、たまに週に1回とか2回とかスチームを浴びながら、スチームを浴びながらこうゆっくりゆっくり落としてあげると毛穴の中の汚れとかも取ってくれたりするので、たまにそういう感じで落としてあげるのも良いかなって思います。あとは根元だったりとかは落ちにくいので、すごいゴシゴシってやりがちかなと思うんですけど、そういう時は根元用のクレンジングとかをコットンにこう含ませて、目は根元は根元でしっかり落としてコットンで拭き取ってあげてから顔のクレンジングをするっていうのもすごくおすすめです。根元がしっかりクレンジング落としきれてないと色素沈着の原因になってしまったり、こう黒っぽくなっちゃったりするらしいので、クレンジングはしっかりとするのがいいかなと思います。なのでメイクしたまま寝るとかは絶対に NG かなって思います。はい、こんな感じで今回は私が美肌にするために意識してやっていることをご紹介しました。で、今回ご紹介したのはもう基本的な基礎的なもので、絶対に続けてやっていることをご紹介しました。これにプラスアルファでいろいろお肌にいいなと思ってやっていることだったり、そういうものはいくつかあるんですけど、今言ったものはもう毎日心がけてやっていることなので、ぜひぜひ皆さんにも試してもらいたいなって思います。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。